からミートレングス乗りたいなっていうのを言ってたので、それをすっごい考えに考えてやっと今日届きました。で、今から開封、ちょっと半分開けてるんですけど開封していきたいと思います。では早速開封していこうと思います。性能運輸にね、取りに行ったんですけど、思ったよりね、薄く感じます。開けていきます。シングルフィンなんですけど、まあ、乗れるかどうかっていうのもあるんですが、そこはね、練習したらいけるんちゃうかなとちょっと思ってます。まあ、めっちゃ楽しみです。あと、ワックス、この間の場合、ワックス塗ったり滑り止めのシールとか貼らなくちゃいけないかもしれないんですけど、どたんがいい滑り止め、足滑れないように、こういうのいいよっておすすめあったら教えてくださいね。一応ワックス塗ろうかなと思ってるんですが、なんかシールでいいかな。わー、見て、シガーグライダーワイン色にしました。わ、楽しみやな。今度はいつも浮力のすっごい高いロングボード乗ってる私が、このミートレングスのソフトトップのシュガーグライダーに乗ってみた時にどんな乗り味かなとか
れるのかとかレビューしていこうと思うので、それも楽しみにお待ちくださいね。シュガーグライダーのモモンガのイラストがめっちゃかわいい。ちょっと元気かわいいよね。私北海道に10年以上住んでたんですけど、その時にねモモンガを見たことがあります。うん、楽しみです、かわいい。今持ってるね。すごい乗り味結構カチッとしてるんじゃないかなと思って、まあそこが分かるかどうかは分からないんですけど、感じれるかどうかは分からないんですが、次やるの楽しみにしていこうと思います。レビュー動画しっかり上げていこうと思うので、楽しみにお待ちください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバイ。